一の鳥居天五軒座神社は、奈良県奈良市三ウース三丁目にある神社である。式内大社論者、大和国に六つある五賢神社の一つである。現在の祭神は以下の三座である。武入側使命は雨の子屋根の命の別名とされ、新先生史録では、雄く魂しい命の子で天安が田主の祖とされるが、経図資料によっては、雄く魂しい神の彦とされ、 武三一智の神の子とするものもある。一説によると、祭神の内武氏入足氏名の実名は、富岡和の会期を治めていた主張である長根彦であるという。創始年代は明らかではないが、おそらく天後剣の国魂神を、天剣主が祀っていたものであるとされる。また、当社鎮座地付近は、古代豪族である小野氏が治める村里であったとされ、 おの氏の氏神として採取されたものともされる。資料での所見は、天平2年の大和国小税庁で、天五県神戸等152束葉っぱ、祖20束、合わせ172束葉っぱと記載されている。演技式神明庁では大こそに列しており、月次新滑の宝兵に預かると記されている。江戸期は、五図天皇社と称されていた。こ後の区伝には、武入即使名は、 大和の先住民の市長、長杉彦で、神武統制罰による大和平定の際に、剣道従来を起して、放棄を図る先住民を解き伏せた上え害し、これを惜しんだ移民が、統治にその礼を祀ったのが鎮座の起源という。しかし、明治時代以降、神武天皇、高志青具の風潮の中で本名を表出することを、はばかり解消したという。 本殿福神宮ご参拝のしおり、富尾の里のパワースポット店御現座神社。ありがとうございます。